杉田くんと一緒に普通オタ。京都府のハンドルネームママチャリさんからです。どうも。中村さん、中島さん、こんばんは。こんばんは。二人なの？そして、あ、神谷さん、はい、お誕生日おめでとうございます。あ、このオンエア日の一週間後ぐらいですかね。死者誤入するとはいはい、いえ、何でもありません、うん、これからも大人の魅力をたくさん振りまいて世界の神谷博士になってください。死者誤入すると10ちゃいになった神谷さん、いかがですか？10ちゃいになっちゃったにゃ。うん、そうだね、10ちゃいになるとやっぱりいろいろ大変で、キャットフードとか買えないといけないですからね。そうだね、猫の話かそうだね。ということで例のものお願いします。え、何ですか例のもの。ものってあのカタカナでものって書くんですよね。お、それはちょっと意外な響きだね。あー、来ました。すごい、お、でかい。ただ、お、すごい、フルーツがいっぱい乗って、しかもピロピロ先輩って書いてあるけど。あ、そうですか、すごい、ありがとうございます。おめでとうございます。すごい、わ、すごい、いちごの形をしてる。いちごケーキなんだ。なんか回転寿司のこぼれいくらかと思ったら、そういうことないんだ。そういうことではないですね。わ、すごい嬉しい。これね、皆さんにはね、ラジオ聞いてる方には、ほら、どういうケーキかっていうのは具体的に伝わらないじゃないですか。うん、確かに。絵として。確かに。これ言わせてもらいますよ。これ、はい、何でしょう。2回目かな、お祝いしたのは。うん、それで。去年よりパワーアップしてる。ね、うん、確実に、確実にケーキが去年よりパワーアップしてる。そう、さっき聞いたら、一番豪華なやつだった。うわ、そうですか、ありがとうございます。ありがとうございます。映画で潤ってるから、うん、あ、そうです。ああ、潤沢だから今、ね、そうだよね。デラックスで、ダブル X じゃなくてデラックス。これがね、うん、もしうまいこと言ってね、うん、もう1年ラジオ続いたとするでしょ、うん、ケーキはしょぼくなってたらもう引き際だ。そうだよね。ダブル X、 ダブル X、 ツインサテライト。そもそもさ、なんだろう、この番組で2回誕生日を祝ってもらうと全く思ってませんでした。まあ、思わないね、いや、でもめでたい日ですよ。いや、本当にありがとうございます。神谷さん、この番組が続いているってことなんでね。神谷さん、嬉しい話と悪い話あるんですけど、どっちがいいですか？なんだろう、なんで突然そんなのが出てくるんだ。嬉しいのはこれ以外にあるの。いい話から聞くから。じゃあ、いい話。神谷さんがないないって言ってた靴が見つかりました。あ、本当に？はい。ビニール袋の音が。あ、本当だ！あー、そうそう、これね、杉田くんとお揃いなんだけど。で、悪い話が僕とお揃いだってことなんです。あ、そうだ、それが悪いから。それが悪い方のニュース。それが悪い話なの。僕とお揃いなんです。いい方は靴を買ってきたんですけど、悪い方は僕ももう履いてるんですよ。いや、てかね、杉田くんのを見て、それいいねっていう話をしてたら、うん、いや、もう売ってますから、兄さん、買った方がいいっすよって言われて、あ、じゃあ買うわって言ったんだけど、全然売り切れて買えなかった。手に入らなかった。そう。したらね、なんと杉田くんがちょっと今日買ってきてくれて、めっちゃ嬉しいっすよ、これ。はい、やった。スパンコールついたね。素敵ですね。すごい。その中で杉田くんが毎年、なんか僕の誕生日に変なスニーカーをくれるの。去年も一昨年も。我々には淫猥なものが与えられるんですけど。あ、本当に、うん、なぜか、神谷さんにはちょっと普通じゃない？うん、いや、っていうのも、なんかほら、僕の誕生日1月じゃないですか。うん、そうすると、セールの時期なんですよ。そうすると、セールでね、誰も手出さなかった珍妙なね、ちょっと面白いやつ。そうそう。もちろんデザイナー。セールになるぐらいだからね。そう、デザイナーさんがもちろんちゃんとデザインしてるんだけど、ちょっと尖ったデザイン。ものすごい奇抜な色合いの、ね、スニーカーをセレクトして買ってきてくれる。マルチカラーと聞けば、まあ聞こえはいいんだが、実際はなんかね、黄緑とピンクと水色とみたいな。おー、でも福山さん履いてるやつね。うん、履いてるね、うん。そう。で、それに、兄さん、それに。要するに福山さん、定価で買ってんだからさ。セール前にね。福山さん、前ラジオ来た時に言ってたよ、うん。俺の買った服は大抵セールになるって言ってたの。あ、残るって言ってた。残るんだ。押せよ。な。真っ先にチョイスする、前衛的なセンスが好きなんだから。尖ってるね。そう、でも杉田くんはそれがすごいのがさ、そのカラフルなスニーカーに、兄さん、これにゴールドの紐入れるといいっすよ、つって、わざわざゴールドの紐買ってきてくれて、ちゃんとそのゴールドの紐を通してくれるのね。あ、買い紐、ね。よりものすごい感じになってて、わぁ、杉田くんこれすごいねって言って、これピンクに変えてもいいかなシュッてみたいな。シュッてみたいな。一本手間なんですけどね。紐通すのね。そうそうそう。まあでもね、今年もなんとスニーカーをいただいちゃった。よかったよかった。ありがとうね。スニーカーの景気におめでとうございます。すごいいい感じですよ。あ、よかったよかった。今日これ履いて帰ります。やったじゃあ、最後に、せっかくなので、はいはい、お誕生日迎えた感想を、神谷社長で、一言お願いします。あ、神谷社長で、神谷社長ね、とうとうね、35歳児になっちゃったやったね。ね、これ、下誤入するとね、もうね、40なんですよ。わ、初老だわ、つって。大変だな、なんて思ってるんですけどもね、これからもまあ、いろいろね、大変だとは思うんだけれども、体に気をつけて、一生懸命みんなと一緒に頑張っていきたいと思います。以上、神谷社長でした。なんだ、今のまま。わかんない。それを受けてどうすればいいか、ちょっとリアクション困ってた。神谷社長だったから。神谷社長だったからね、うんうん。いやいや、本当にね、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいですわ。ありがとうございます。いや、でもね、本当にね、そのマクロスラジオで、
なんだろう、2年目っていうか、もう2年、丸2年やってるんだよね。そうですね。丸2年に近いですよ。はい。もう丸2年近いわけじゃないですか。そんな感じでね、ラジオ番組やらせていただけると思ってなかったし、だから当然ね、2回目の誕生日。そうですよ。が来ると思ってなかったですね。いや、それがすごい嬉しいですよ。いや、これはもう、来月来る中村の誕生日もね。そうね、チョコ。ダーンと。どうしよう、来月いきなりケーキちっちゃくなったらどうする？それあるかバカな。この一月で何があったの？映画の制作費かな。そんなことないです。かもしんないけど。ドーンとやりましょう。怖いですね。楽しみにしたいと思います。肉塊が出てきた方が中村喜ぶんじゃない？あ、出た。いきなり肉の塊ゴロって転がるの、スタジオに。お前肉好きだろ？うん。好きだけどもね。いいですよ。そう、どうでもいいですけれども、話しませんでしたけれども、新年早々3日にこの2人うちに遊びに仲良しさんなんですね。ええ。まあ、もう一方いましたけどね。はい。スペシャルゲストは、ね。スペシャルゲストね。うん、まあ、漫画家の先生。漫画家の先生。まあ、3人で遊びに来て。はい。まあ、なんか知らないけれども、大量に肉を買ってきやがって。うん、高いやつだよ、あれ。知ってるけど。俺はすき焼きにしようぜ、つってさ、すき焼き肉は頼んだよ。で、まあ、とんでもない値段の肉を買ってきたの。神谷さんが、あれ、なんで寿司買ってきたのって言ったら、寿司桶みたいなのに入った肉を買ってきた。もうびっくりするぐらいの値段のやつを買ってきて、うわぁ、すげぇね、これ。って言って、時にこのステーキ肉は何かねって。サーロインって書いてたね、あれね。食べるでしょ。カメさん、サーロインも行くでしょっつって、はあはあ。夜行くでしょこれみたいな。昼間に来たんだよ。そうそう。昼間に来て、そう、夜まで行った。夜を食べて、夜これ行くでしょっつって。はぁ、あ、口の中でとろける系の値段のやつですか。とろけるんだけどね、これが問題でね、重いの。とろけたね。あれね。私も食べた。ああ、ぜひぜひぜひ、次やるときはじゃあ。呼ぶよ。また高い肉か。高い肉だよ、その代わり。本当にね、胸焼けするっていうかね。一口言ったらいいと。杉田くんと中村くん、これどうするよ、この肉。食べるでしょ。俺焼きますよって言って、いきなりキッチンに立って、はい、フライパンはって言って、それ使っていいよって言って、それで何で焼くのって言ったら、塩コショウですよ。塩コショウはって言われて、これだけどって言って、適当にザラーってかけやがった、こいつ。バッチリだったよ。高い肉なのに。塩コショウ具合バッチリだったよ。そう。はい。ということで、お送りしてきました。はい。マクローズ、なんでファナティッククライスなんですか？昨日、レッツ。今週はですね、尺歌祭とアーティスト公式サウンドでも好評配信中、シェリルノームスターリングメイン、ダイヤモンドクレバスに乗せてのエンディングです。この番組では皆さんからのお便りを募集しております。